忘れさせてよ。はい、こんにちは。この間映画を見たので、勝手に映画を紹介していく、シリーズ、ちょっと今、ね、撮影もしてなかったんで今日もやっていきたいと思います。先日ですね、秋田県の大館市の、おなり座さんに行ってきました。そこで見た映画は、こちらです。これパンフレットですね。ビッグリトルファーム、はい、ドキュメンタリーですね。ドキュメンタリー映画を見るのは非常に久しぶりでした。おなり座さんではそれしかやってなかったんで、時間の時にですね見たんですけども、ぶっちゃけ、めちゃくちゃ良くて、はい、おなり座さんっていうところがすごい素敵な映画館なんで、それも相まったらと思うんですけどね。めちゃくちゃ良かったです。どんな内容かっていうと、あんまりまだね、あれだけど、とにかくね、パンフレットペラッとね、買う人いたらあれだけど、ここだけ見しちゃおうかな。もうね、世界中の映画祭で、ものすごい評価を受けてますね。たくさんのね、伝統農法、農業っていうさ、農業のシステムっていうか、技法があるんですよね。それ俺も知らなかったんですけれども、なんか、広大な農園を作って、そこで、生態系を作ってですね、自然にその野菜とか動物とかがですね、秩序を守って自分の役割を果たして、勝手に農作物が取れる、勝手に畜産ができるみたいな、ものすごい理想的な農業を、目指す、夫婦というかカップルのお話なんですけど、いやーこれはすごいね。こんなことにチャレンジしちゃったなんて。映画も非常に分かりやすくて、その夫婦の葛藤とか苦悩とかもね、会話を見えて非常に面白かったですし、何よりも僕動物大好きなのでめちゃくちゃ出てくるんですよ。でこの農業を、ね、やるきっかけになったのが、1匹のワンちゃんなんだけど、そのワンちゃんはですね、保護犬ですよ。非常に可愛くてですね、いろんな動物出てくるね。もちろんこの豚ちゃんも出てきますし、鳥、鶏、外獣のであるコヨーテとかもいろんな出てくるんですよ。フクロウとかね、タカとかね、羊、牛、これはですね、ぜひ見てほしいな。今生きてる人たちはこういう生活なんて多分想像もしないだろうからね。僕も想像しなかったです。むしろ最近農業をですね、やりだしたんで、本当に確かにこれは理想だなと。昔日本はですね、里山がたくさんあって、その里山の中でいろんな、農業やってね、その生態系ができて、そこにいろんな小動物たちが集まってきてですね、なんか独特のサイクルができてて、で例えばだよ、ゲンゴロウとかタガメとかさ、メダカとか、そういう水生毒じゃね、水生動物とかっていうのは意外と人工的にこの田んぼがあって畑を作って、雑木林もそうだよね、木を切って短めのクヌギの木とかにするから、そこにダイバークヌギに、穴がいっぱいできて、そこに虫たちが住んだりとかね、で田んぼ作るにも水を引いてきて、きれいな水を汲んでくるから、そこに動物たちが集まってくるっていうね、そういう生態系っていうのができて、そこで独自の動物たちがなんか生活リズムを作って、なんて言うんだろう、反映していくっていうか、発展していくっていうか、そういうのがあって、今逆にそういうのがどん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 なくなってきているからですね、昔は当たり前に、いた、小動物たちがですね、絶滅危惧種になっていったりとかね、してるっていうのをですね、改めて、思い知らされました。なんか感動しました、この映画は非常に。そしてすごく今の、現代の生き方っていうのをですね、なんか考えさせられて、踏み切ることはできないけど、一つの理想だなと思いました。はい、ぜひ皆さんビッグリトルファーム、どっかでやってるとこあったらぜひ見てみてはいかがでしょうか。秋田の、ね、大館市のおなり座さんで見たんですよ。このおなり座って映画館も本当に、素敵な映画館で、例えば、ザ・フィクションとかね、
あとなんだっけな、あの出てこない若林くんとか関根さんが出てる激レアさんとか NHK とかでもね特集されている非常に、面白い素敵な奇跡の映画館です。これはまた別の動画で紹介した方がいいなと思うんで、はい、その時までに撮っておきます。はい、今日は、青森県の、今アムゼって映画館の前にいまして、はい、車の中からこれから舞台挨拶あるんで、はい、頑張っていきます。では。